バイブリさんはプテさんがやってると思う。僕今セキュでカメラ見てますけど、カメラ見てる誰か見てない？あ、カメラは最後光ったよ。そう、光ってるから、あ、じゃあハタプテやと思う俺。ハタプテ、あ、カメラありがとう。カメラー、カメラ他に見てた人がいてな。はい、お願いします。今回はポーポポポポポポじゃない。はい、はい、ナイス。今日は押さない日だったんですよ。まず、いや奥までやってから押す日やったんやけどなるほどエイサ、エイサ、エイサ。金庫がね、なかなかね、終わんないんすよ、これ。うん。はい。すいません。このターン、あの停電買っちゃった方は、はい、僕で、関係ないところ、関係ないところカチカチしてる人いたよね。一回右落ちたね。ああ、真ん中触ってたよ。あ、待って、今誰かシャワーの弁当に絶対入った最後。いや待って、あ、そうなの？絶対奈々子さんですじゃん。俺カンカンシャワー奥にカンカン最後に誰か入ったのを見た。シャワー七旗あるは見た。その辺で。シャワーの奥。一旦じゃあ配電盤事件解決すると、右から、じゃあ4番だね、右から2個目を1回下げたのは僕。ああ、うん、でそこから真ん中か、あるの別に人外要素じゃないから、うん、どうでもいい。でそれはじゃあ解決して、で弁当はシャワーの奥の弁当絶対誰か今入った。それが、いやでもちょっと分かんない、誰か、文字が消えたのだけ見た。俺にしてはめっちゃ七子さんで、アシューさんと七子さんが停電中にシャワーのど真ん中でも解散してて、うん、七子さんが右、アシューさんが左で俺が上、うん、外部の左の扉開けるくらい、うん、まあ別に俺は入れない人は、おまおじ停電直した3人とハイブルさんは絶対無理ですよね。直したのって誰でしたっけ？プテオマモモ、プテオマモモか。ああ、それボタン押してるハイブさんもいる。うん。コックピットの扉開けたの誰ですか？はい、神です。ああ、神さん。ハタサコも入れないかな。ハタサコとすれ違ってからだから。うん。ああ、見えちゃった、アルマ。7足の内側？剣士は違うのにな。でもさ、太陽で解散してることをさ、7個さんから否定が入らないんだから、もう土屋上じゃないの？どういうこと？だって俺別にシャワーの奥カンカンまで行ってるからさ、否定が入る入らないもんだし、その後の状況どうなってんのか分かりようなくない？違う、これ別が最終位置なんですか？いや、カンカン叩いてそのまま出てきて、シャワー室の室の上あたりにいるけれども、室の上、はい、室の上だったら対抗かな。あれもってどういうこと？弁当見れたん？僕が今室の、あ、高田さんとすれ違ったじゃないですか。だってめっちゃ時間経ってんじゃん。あ、でその後覚えて僕右がもう覚えのタスクしかなかったから、覚えてで戻ってきて、エレキの勝ちも経由して戻ってってって感じです。エレキの勝ち経由、あれも人外じゃね。上回りでぐるっと七個に入れちゃったよ。俺も入れちゃったよ。あれマジで。じゃあはい、釣り切ってください。でも僕シャワーアーカイブランジ貨物エレキメインシャワーっすよ。で覚えに入力しに行ってる。どうなん？どうなん？お、高田さんと結構最初ら辺にすれ違ったじゃないですか、シャワー奥で。うん、もうでも俺視点絶対人が合わないのおかしいから、俺エレキの勝ちタスクから出てきてるから。でも僕もエレキの勝ち行ったのってまあまあ前ですよ。エレキの勝ち終わった後にハタサコとメインシャワー間ですれ違って、シャワー奥で
見てるって感じ。メインシャワー間で俺と畑迫すれ違ったじゃん、そもそも。ああ、2人とも見えてない。道連れないから、まあ、いいんじゃないの。うんうん。シェリフです。もし道連れされた時のことを言っときます。プテハシが怪しいです。え？なんでですか？配電盤情報からです。あ、まあまあいいですよ、じゃあ。え？でもついてるとこ下げただけじゃない？僕はついてるところを1個しか下がってなかったから、あの自分も証明するために2個、4番目を下げたけど、それで怪しまれても構わない。いや、キルクール稼ぎに、キルクール稼ぎに見えるわ。1秒稼いだところで。それ1秒稼いだ。変わんなきゃいけない。いやいや、違う。いやいや、違う。聞いてほしい。いや、違くない。認めます。もう、あの僕が怪しくていいです。稼げてないから触ってる分。29から30になる瞬間やったんですよ。え、投票して終わらせていい？これ。まあ、はい、全然終わらせていいです。もうマジ意味ない。まあ、人外かもしんないけど、人外予想じゃないからどうしようもないと。合ってるんですけど。あの、すいません、合ってるんですけども。うん、これは何？これはマットな？これはマットなのか？あ、マットでやったんだ。へえ、おしゃじゃん。はい、アシュさんってなんか石油から来ませんでした？プテと一緒に。そんなことない。いや、エレキからです。とりあえずガミさん道連れ、うん、で石油でちょっとごめん、タスク忘れちゃったって。あ、なるほど。じゃあ、ナナコさん来るか全然やんのか。まあ、R1 100人がいたから後で落ちたね。うん、確定してるか、うん、ねえ、一応配電盤見て黒猫を否定だけしようと思ったのに。ちょっとだけバイタル見ました。一応一番右でした、最後が。そうです。はあ、何も言われなかった。よかった、何も言われなかった。まあ、ボタン押しだからね。耐えた。え、おー、ナイス。右直し。藤宮さん、さっきボタン押したときミーティング誰かいた？プテが何？僕が降りてますよ。降りてきました。ボタン押してるからね、うん、僕は。あ、そっか。ぐらい。やめて！待って、これ畑迫消そう。時系列畑迫に証言されるとクソきついわこれ。頼むよ、サボ頼むよ、アソリさん。リビューだから任せよ。どうなるこれ。ドア。バイタル。バイタル。はいはい。で、おまじさんか。バイブリさんはプテさんがやってると思う。え、僕今石油でカメラ見てますけど、ハイブリさんどこ行ったんですか？ハイブリさん、エレキ。え、待って、それはカメラ
多分右上。エレキ右、いつですか？え、もう多分ずっと一緒やった、ハイブリさんと俺。違う、時間がそのいつぐらいに死んでるの？え、最後プテさんに会わんかった俺。エレキの中入ってきてなかった？え、はい、まず入って石油見てテープ見てますけど、ハイブリさんを見てないのよ僕。あ、そういうこと。え、じゃあ対抗？対抗ですか？いや、一応足湯さんと、足湯さんをメイン、足湯さんをメインで見てる。勝ち差ついてない、勝ち差ついてない。右上行かんかった？行ってないっす。8番の方、あ、じゃあもう対抗っす、絶対。で、一応、情報で、メインホールから左に、畑迫足湯、高田さんで行ってて、うん、で、そっから高田さんはどっち行ったか分からずって感じです。高田さんはね、宿舎ミーティングの方に行ってるはず。うん、で、ハイブリさんもその辺にいます、多分左側。ハイブリさんはエレキやってずっと。あ、そうですか、OK です。ハイブリさん、エレキ市長で僕、太田さんには会ったんだけど、ハイブリさんは見ておらず、僕最後テープ回して、席ではテープじゃない、カメラ見て終わりなのね。で、太田さんが僕、勝ち行った市長なんだけど、僕絶対勝ち行ってなくて、だって僕テープ、カメラ見てる、誰か見てない？あ、カメラは最後光ってたよ。そう、光ってるから、じゃあ、ハタプテやと思う俺。ハタプテ。カメラが光ってることだけは見てるだけですよ。じゃあカメラに誰か置いてるかもしれんけど、もうあのエレキの形は 7,8,9,4,5,6,1,2,3 の E 型です。うん、で、ハイブリさんが多分 7,8,9 の方へ行ったと思われる。うん、フテさんは絶対に7から8へ入っていってる。じゃあそこで対抗でいいわ。じゃあ僕入ってないから、うん、トータスさん対抗でいいんだけど、ここでフテももない。で、左で見られてるのか。あ、高田さんが左で見られてるのか。が、まあ、旗足入れたと思う。藤宮はもうさすがに白で置いてるから、藤宮は右に戻ったからね。決めればいいんじゃないかなとは思ってる、正直。オッケー、じゃあ藤宮でいい。右に戻ってるからね。僕、藤宮とだって、なんかどっかですね、アーカイブとかなんかすれ違ったから、そっから。アーカイブで足湯藤宮。そっからセキュテープまでしか行ってないから。まあ、いいですよ。僕はプテ足湯かなと思ってます。まあ、俺も藤宮は。派だな。負けたか。僕ボタンないんで、ボタンある人はボタン言ってください。あったっけ、あったっけな、あったような気が。どうだ、これアクションゲーするか悩むね。すごいね。ちょっとあれが辛そうだな、なんか議論がきつそうだな。でもやっぱ旗咲子いかねえかな。プテ旗ありす、いや普通プテハタありそうだよな、うん、ありそうだよな。てかわかんねんだ俺。あったー、ナイスナイス、よかった。さあどうなる。今の藤宮に説明すると、宿舎下右がもう空いてたのね。うん、だからもうミーティングに一人いるってことを考えたら、コミュ行った方が絶対いいなと思ったから理解してた、うん、さっきのターンの旗足の経路を言ってほしい。アシューさんが途中出てたけど、シャワーメインくらいまで多分一緒で、エンジンの扉開けたの、メインエンジンの扉開けたのが俺で、あ、高田さんで、俺がその後展望デッキの方まで左行ってるから、高田さんは上行ってます。なるほど。ちなみに下、宿舎下開けた人いてます？まあこのターンの扉は、あ、違う、宿舎下は閉まってたんよ。だから俺畑迫君も嘘ついてると思う。なんかいい感じ、なんかいい感じだ、うん、ゴーゴー。俺宿舎脇で右だけ開けて入ってるから。あ、いや、まあ、このターンの話ですか、このターンの話ですか。いや、ただその行動はそういうことですよって言ってるだけ。あ、でも宿舎開いてたって言ったよ。あ、週3の経路、とりあえず言おうか、僕の経路で、その旗坂とすれ違って、あのメイン左からエンジン入るとこやったんで、昇降機で直そうと思って、昇降機行ってダウンロード行って、アーカイブで、藤宮と会って、シャワーメインぐらいかな。僕はアシューさん見てないけど、そんなところで扉嘘つく必要がなくて、多分まあ、じゃあ僕が開けたんでしょう。藤宮はね、僕アーカイブで見た。そう、もうすでにミーティングに一人いることが確定で、僕の視点で分かってたから、コミュに行ったってこと、引き返してるってこと。なるほどね、はいはいはい。あら、右で行ってたから藤宮は白いなと思って、畑迫君が左で、高田さんもブリちゃんも見たって言ってて、トータスからエリキでブリちゃんおるっていう話をしてたから、うん、2キルに関われやんし、僕は若干足湯さんを疑ってるのは、高田さんってエンジンで畑迫足湯で一緒に動いてたって言ったけど、それ以降の情報がなぜ出なかったのか。あ、僕はそっから昇降機右まで行ったから、だから畑迫君と一緒に動いてたから、畑迫君から情報出やんかなと思って聞いたっていう感じです。わ、結果誰怪しいかわからん。
僕はだから畑佐子くんを疑ってる。で左で、上の方に踊るって言ってたけど、プリちゃんをがエレキにおったっていうのはトータスの情報からあったから位置が違うなって思ったし、俺はカメラの情報も含めて畑佐子くんかな。プテを、まあ、プテアシリって僕言いましたよ。そこはライン切り得だからまあ、素晴らしい。カメラありがとう。カメラ。カメラ。他に見てた人がいてなかった。見てよかったよ。あらあら。最高や。おい。見てよかったカメラ。ちょちゃんとサボ入れましょうプテさん。はい。ちょっとアシレさんワンちゃん霊界の停電ダメです。手で試し一回試して一回ね一回あこれは間違ったなんだなんだおもんないことしちゃうんだ海外しあ追いかけた見つかった見つかったあ扉が閉まってる恨みを込めたマジかナイスナイスまあおまおじのはあってはいたな。あってはいた。あってはいたからこそ誰かった。時間がすごい怪しかったんで、ちょうど29から30になるときにカチ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 ってやったから。ああ、なるほどね。そう、だからキルクール稼ごうとしてんじゃないのまあまあ、殺すつもりはなかったですね。はい。実際停電ちょっと邪魔しようとは思ったの邪魔っていうか、普通によくやるんで。クルーでもやるよ、多分。あ、そうなんや。よくやるから。よくやってると思うよ、みんな。そっか、シロピノイカルの時に、上げ下げしてマット取るとか。違うところを触ってね。違うところ触って、白取る。